白い体色を持つオ下シモフリエダシャクビストン、ビテアレリア F ティッペカ黒い体色を持つビストン、ビテアレリア F カーベネリア工業暗化とは、19世紀後半からヨーロッパの工業都市が発展するにつれて、その付近に生息するがに暗色の変異が増加したという概念や説明方法を指すための用語である。工業暗化の例としては、しばしばオ下シモフリエダシャクが言及される。 最初に注目されたのはイギリスであったが、その後はヨーロッパの各地で見られるようになったとされる。E.B. フォードらの1965年の研究によって、田園都市では単色型の方が目立ちにくくて、小鳥に捕食されずに生き残るのに対して、工業地帯では培園で周りが黒くなっているため安価型の方が目立ちにくい、ためだ、と考えられている。そして、工業安価は、 集団の遺伝的構成の推移を示す顕著な例として考えられている。また、HBP ケトルウェルは、1957年、突然変異を示す、種の多くでは、暗化は単一の有性対立遺伝子の支配で生じている、とした。工業暗化は、生物の進化の教科書などで、そして進化論の中でも、自然選択の面を強調して説明するときに、 わかりやすい例として、しばしばワンセットで研究される事例となっていた。ただし、ケトルウェルが行った色彩によるカムフラージュを根拠として持ち出す説明はおおむね正しくはあるものの、従来信じられていたほどには、ケトルウェルが行った実験は、彼の説明の正しい証拠になっているわけではないことが、ケンブリッジ大学遺伝学科のマイケル・マジェラスによる、 詳細な分析によって1998年に明らかにされた。また、ケトルウェルの実験や証拠には不誠実なところがあり、科学における不正行為を行っていたと指摘されることがあり、その点では議論を呼ぶことがある。工業案下について従来入門書や教科書などに書かれて信じられてきた内容や物語については学問的に見て、 幾分修正の必要ある点も含まれていることが、ここ数十年で明らかにされてきている。なお、外外の生物の退職が暗化した現象についても、この工業暗化の説明や、それに類似した説明が持ち出されることがあるが、そうした説明は、必ずしも、正しいわけではない。もともと、ほとんどの大霜振り枝尺は、明るい退職をしており、明るい色をした木や、苔の上では、 効果的な保護色となっていた。暗化した大島振江田尺が存在するとした最初の報告は1848年のものである。1895の報告では98%のそれが暗化していると報告された。この大島振江田尺個体群の劇的な変動は関心を集め研究対象となった。当時は産業革命の初期にあたり、 イギリスのロンドンからマンチェスターにかけての地域では、石炭を燃やすことによって生じる大気汚染のため、苔のほとんどが死に替え、木の樹皮は、すすで黒く汚れていた。研究者のうちの何名かが、単色のそれは田舎に多い傾向があり、安価した、それは工業化された地域に多いと述べた。すると、多くの研究者が黒くなった景観においては、 安化型の方が生き延びる上で有利なのだという考え方に飛びついた。そして環境汚染に応じて個体群が安化することを指す工業安化の語が作り出された。この現象は単純でわかりやすいために大下振枝尺は自然選択による進化を説明したり例示するときに使われる代表的な例となった。遺伝学においては進化の定義の一つは 遺伝子プールにおける対立遺伝子の頻度の変化であり、世代交代を経ることで遺伝的に受け継いだ個体群の特徴に変化が起きることである。自然における進化は様々な要因によって起こりうるが、概ね、主に2つのメカニズムによって起きるとされている。その一つは自然選択で個体が持つ特徴によって生き延び繁殖に成功する可能性が異なるときに起きる とされる。もう一つは、遺伝的不動で、ランダムサンプリング効果の蓄積によって、対立遺伝子の頻度が変動することである。JW タットは、自然選択に関して1896年に、鳥による捕食率の差仮説を提唱した。黒い個体は、養生コ希に覆われていない黒い幹の上では、優れたカモフラージュとなる。一方、 明るい個体は苔に覆われた白い幹の上で優れたカモフラージュとなった。その結果、うまくカモフラージュされていない個体は鳥に発見され、安く、よく食べられ、数が減った。1924年に JBS ホールデンは単純な一般選択モデルを用いて観察されたような大島リエダ尺の進化に必要な選択上の有利さを計算した。彼は百四十八年に 暗色個体の割合が2%で、1895年には95%になったと仮定し、その結果、暗色個体は明るい個体の1.5倍の有利さを持っていたことが分かった。モデルの問題を考慮しても変化の速度があまりに速かったため、遺伝的不動を除外しても合理的だと考えられた。大島リエ田尺では黒い退色に関わる対立遺伝子が優勢で、 白い体色の対立遺伝子は劣性である。これは白い個体の表現型がホモ接合の遺伝子型であることを意味する。これは個体群の暗化がなぜそれほど急激に起きたかを説明する助けとなる。大島振江打借はまた一見すると区別ができないイギリスの個体とアメリカの個体の暗化の発生について平行進化のモデルでもある。遺伝的分析は どちらも黒い表現型が常染色体の優勢な形質として受け継がれることを示している。この表現型が単一の遺伝子座にある同位対立遺伝子によって生み出されていることは交雑によって示すことができる。汚染されていない木では白い個体の方がうまくカモフラージュされており捕食から逃れやすい。産業革命の前は大フリエダ尺のほとんどは明るい地に わずかな黒いまだら模様を持つ個体ばかりだった。この白い個体は明るい色の苔や樹皮の上にうまく溶け込むことができ、一方黒い個体は稀で鳥に見つかりがちだった。明るい色の苔や木が一般的だったおかげで、白い個体は捕食者の目から逃れるのにずっと効果的だった。黒い対立遺伝子の頻度は0.01%程度だったと考えられている。イングランドで起きた。 産業革命の最初の数十年で、ロンドンからマンチェスターまでの電源地帯は新たに建てられた石炭火力工場から排出されるススで覆い尽くされた。明るい色の苔のほとんどは二酸化用のために死に換え、木はススで覆われた。このため鳥が白い個体を捕食する機会は増大した。もはや白い個体は汚染された環境ではうまく溶け込むことができなかった。 対照的に黒い個体は鈴ススに覆われた木でうまくカモフラージュされた。白い個体は生み出され続けたが、そのほとんどは生き残ることができなかった。一方、黒い個体は栄えた。その結果、大島振江打ダ区の遺伝子プールの中では、黒くて優勢の対立遺伝子の頻度が増加していった。19世紀中盤までには黒い個体の数は顕著に増えていた。 1895年までにマンチェスターの個体群での黒い個体の割合は劇的に増加し98%にまで達した。工業化の結果として起きたためにこの現象は工業安化として知られるようになった。この画の頻度の急速な変化はダーウィンの人生と同時期に起きたがタットがはっきりと 自然選択と結びつけ、現代的な理解が始まったのは1896年、ダーウィンの死から14年後のことだった。しかし近年の研究は、たっと以前にもこの現象が自然選択と結びつけられていたことを報じている。イギリスの昆虫学者、アルバート・ファーンは1878年11月18日に、ダーウィンに手紙を書き、 観察した尺画の一種のオフォースアブスコーユレイトの退職の変異について知らせている。ファーンは手紙で異なる退職の多形が存在すること、それぞれがどのような生息環境で見つかるかに触れ、適者生存を指してはっきりとこの変異について述べた。現代ではヨーロッパと北アメリカのより厳しい待機環境基準によって黒い個体は稀になり、 改めて大島振江脱尺の個体群は適応的な変動を示した。安価はヨーロッパと北アメリカの大島振江脱尺個体群で起きた。安価個体の割合の増加に関する情報は乏しい。その後の割合の低下は罠を使って計測した、超学者の調査によってより詳しく知られている。黒い大島振江脱尺は1811年に発見されたが、これはおそらく、 繰り返し起きる突然変異による突発的な変異個体とみなすことができる。暗化型とみなせる最初の個体は1848年にマンチェスターで捕獲され16年後の1864年に RS エドルストンによって報告された。エドルストンは1864年までにマンチェスターの彼の庭では黒い個体がより普通に見られるようになったと述べた。 スチュワードは地域ごとの最初の記録とするためにデータを集め、黒い個体は一度の変異とその後の分散によるものだと推測した1895年までにマンチェスターにおける1962年から現在に至るまで安価型の頻度は着実に減少している。その減少は科学研究の厳格化に伴って増加した時よりも正確に測られた。 特にバーナード・ケトルウェルは1956年に全国的な調査を行った。1996年には同様の調査をブルース・グラントが2003年には LM ・クックが行った。同様の結果はアメリカでも見つかった。ガの黒い変異個体は日本では見つかっていない。これは日本の枝尺ガが工業化された地域に生息していないからだと考えられている。 食中性の鳥、四十から1896年に、ジェームズ・トットは、黒い個体が増加した理由について、鳥に捕食される率が、退職によって異なるからだと仮説を立てた。すす汚染された地域では、黒い表現型が有利だが、汚染されていない地域では白く明るい個体が有利かもしれない。大島振江打借の捕食についての様々な実験が、行われ、 いずれもこの仮説を指示した。大下フリエ江田尺の実験で最も有名なのは E.B. フォードの指導下で行われたバーナード・ケトルウェルのものである。フォードはナフィールド基金から実験のための資金援助を受けるのに協力した。ケトルウェルの実験のうちの一つでは、大下フリエ江田尺は大きな鳥小屋の中に放たれ、四重からについばまれた。1953年に、 バーミンガムのキャドバリーネー。彼はこの汚染された森で白い個体が優先的に捕食されていることに気づいた。このようにケトルウェルは汚染された生息地では黒い表現型が生き残りに重要であることを示した。1955年にはドーセット州の汚染されていない森で、それから再びバーミンガムの汚染林で同様の実験を繰り返した。 またニコティンバーゲンを伴って実験を行い共同でフィルムを撮った。他の研究者の調査でも同様の結果が明らかとなり1996年にはヨーロッパと北アメリカでアンカ個体の頻度と汚染レベルの間の相関関係が見つかった。生物学のフィールド研究における実験は不自然さを伴うという点で常に問題を抱えている。実験は 実用性、コスト、そしてこのケースでは、フィールド研究の歴史とのバランスを取らねばならない。最も重要な点は、実験は、有益な統計データを生み出すことである。以前に行われたこの種の実験の唯一の例は、R.A. フィッシャーと E.B. フォードによる、スカーレット・タイガーモスである。遺伝学者、マイケル・マジェラスは1998年の本、メロネザムで、 ケトルウェルの実験手法を批判した。しかしこの批判がレビューで歪めて伝えられ、創造論者のキャンペーンで話が取り上げられた時に新たな論争と批判が湧き上がった。ジャーナリスト、ジュディス・フーパーは、オブモス・アンドマンで、ケトルウェルが科学的な不正を行ったと示唆した。ケトルウェルが残した論文を慎重に調べたら、ジト・ヤングは、フーパーの告発が不当なものであると、 明らかにした。フーパーは、この重大な告発を支持する証拠を一つも示していない。2000年にマジェラスは、新たな実験を計画した。実験の目的は、大下フリエダ尺が一日を通してどこに止まるのかを調べ、ケトルウェルの実験手法に対する様々な批判が彼の結論の質的な妥当性を改めることになるのかを確かめることであった。翌年、マジェラスは、 新たな捕食実験を試した。この実験は、ケトルウェルがガを放つのに用いた場所があまりに少なすぎるという批判を検証するためにデザインされていた。ケトルウェルの方法では、ガの密度が高くなりすぎたかもしれない。ガは枝よりも幹の上にリリースされた。昼間に放たれたガは、隠れるのに最も適した場所を見つけられなかったかもしれない。捕獲された。 野生のガと研究室育ちのガの行動は異なるかもしれない。また地域的な適応のために他の場所で放たれれば異なる行動をとるかも知れなかった。これらの疑問に答えるためにはより厳密な実験が必要であった。2001年から2007年にかけてケンブリッジで行われた研究でマジェラスはガが自然に止まる位置を記録した。 実験に使われた135匹のガの半分以上が枝に止まり、そのほとんどは枝の下部で37%が木の幹でほとんどが北側に12.6%が小枝の上下に止まった。ジュディス・フーパーとのやりとりの後、マジェラスはコウモリによる捕食が結果に影響を与えたかどうかを調べる実験を追加した。コウモリは主覚ではなく、 エコーロケーションによって餌を追いかける。そしてコウモリはどちらの色長も等しく捕食することが分かった。マジェラスはまた顔を食べている鳥の数種を観察し、マジェラスは彼の実験結果がタットとケトルウェルの結論を完全に指示すると述べた。そして、大フリエ打借の増減が最も視覚的にインパクトがあり、進行中のダーウィン的進化を簡単に 大島振江田尺の工業安価の代替仮説は主に1920年代から1930年代にかけて提案された。科学界における反対派、特にサージェントらは、工業安価の自然選択による説明に異議を唱えたが、大島振江田尺の研究者は異議に納得していない。遺伝子頻度の変化は定期上、自然選択、変異、他地域からの移住。 遺伝的不動によって引き起こされる。しかし観察された変動の大きさを説明できるのは自然選択だけである。集団遺伝学からは遺伝子頻度の変化が起きなければ進化が起きないことがわかる。それぞれの遺伝子頻度を P と Q で表し、そして個体群サイズが200から100まで減った場合でも両者が同じだけ捕食されたとすると遺伝子頻度は P イコール0.6。 9イコール0.4のままである。ジョン・ウィリアム・ヘンズロップ・ハリソンは、タットの捕食仮説を否定した。そして代わりに汚染物質が、生物の体細胞と生殖細胞の変化の原因となり得るという仮説を提唱した。この仮説はおそらく1890年代に、提唱されていたラマルキズムの一種にルーツを持っている。歴史的な文脈に注意することは重要である。ヘイズ・ブロークは、 最初にこの仮説の検証を試みた。彼は大気汚染が蝶類の生理に影響を与え、黒い色素の過剰生成を引き起こすと主張した。彼はガの眉を様々な種類の汚染ガスにさらした。その研究で八つの種が使われた。そのうち安価しなかった四つの種は蝶だった。フォードはヘイズブロークの例で示された変異型は、 暗化を示しておらず、またヘイズ・ブロークは遺伝学を理解できなかったと主張した。ヘズロップ・ハリソンは工業地帯の黒い個体は捕食による選択のためでなく突然変異圧のためであると主張した。彼は捕食を無視。ナマリア・マンガンは大気中の汚染粒子に含まれていた。彼はこれらがメラニン生成の遺伝子に変異を起こすが、その他の要因ではないと主張した。 ヘンズロップ・ハリソンは、シリーニア・バイルナーアート、テフロナ・バイストロタタを用いた。幼虫に、これらの成分を含んだ葉を食べさせると暗化が起きた。だが、同様の実験を行ったヒューズ・マッケンニーやトマセント、レムシェはこの現象を再現することができなかった。統計学者で遺伝学者のロナルド・フィッシャーは、ヘンズロップ・ハリソンの操作が不適切であったことを示した。しかしむしろ、 ヘンズロップ・ハリソンの仮説は、ブリーディング実験によって歪曲されたようである。より詳細な証拠は安価の生科学研究から得ることができる。創造論者は安価型の頻度の増加そのものや、あるいはその重要性に意義を唱えた。近年、進化の例としての大フ振エダ尺は、創造論者とインテリジェントデザイン支持者の攻撃を受けるようになった。 彼らは工業安化が進化の証拠として信頼できるものではないと主張する。創造論者は大島振江田尺のお話が昇進化を示しているだけで主文化や耐震化を示していないと述べている。生物学者はこの例が主内での進化を引き起こす自然選択の例に過ぎないと同意する。 この例は、急速で明らかに適応的な変化であるが、進化の理論全体を証明するものではないと認めている。しかし、創造論者は、種族の中で小進化は起きるとは認めるが、大進化は起きないと主張する。生物学者にとっては、小進化と大進化の間の境界線はない。現代進化生物学において、種内の進化から種分化、それ以上のレベルにおける、 最新化まで同じメカニズムが働いており、唯一異なるのは時間とスケールだけであると考えられている。もう一つのありふれた、しかし根拠のない批判は多くの教科書で用いられている幹に貼り付いた枝尺の写真である。これらの写真は準備されたものである。この写真は研究すべてが演出されているという考えと結びつけられた。 そして小さくて素早い動物をイメージ通りに撮影することの困難さから教科書の写真では死んだ昆虫が用いられることが多いこと、現実には研究はそのような演出された写真ではなく観察されたデータに基づいて行われていることは無視された。マイケル・マジェラスの本の写真は自然の中の生きている画が,が使われており演出されていない。その写真は教科書の 演出された写真と同じように見える。その上、一つの実験では死んだ画ガガキに貼り付けられたが、このような方法は仮説全体のうち個々の要素を調べるための多くの異なる実験の一つである。この実験は自然の状況を正確に再現することが目的ではなかった。ガの数が鳥の祭事行動にどのような影響を与えることがあるのかを調べるために用いられた。 ケットルウェルの古典的な研究手法は、ネイチャー市上において、サージェントらによる1998年の分析と対比させたマジェラスの本のレビューで、生物学者ジェリー・コインによって疑問を提示された。コインは、マジェラスが見つけた最も深刻な問題は、木の幹で見つかった大島振り枝尺が2個体だけだったと、述べた。また白い個体が苔が回復する前に増加したことにも、 注意した。コインは、これは明らかに進化の実例だが、しばらくの間、進行中の自然選択の高例としては、枝尺は忘れなければならない。学校で教えるためのもっと適切な研究はたくさんあると述べ、この生物の行動のさらなる研究が必要だったと結論した。マジェラスは、本の第二節の初めで、ケトルウェルの最初の補食論文以来、 蓄積されるデータの価値は研究より得られる基本的な質的推論の価値を損なうものではないと強調した。また工業汚染による環境の影響が引き起こす差別的捕食の影響の違いは大下フリエダシャ尺のメラニズム進化の主要な要素であると強調した。コインが木の幹の上で見つかった大下フリエダシャ尺が2匹だけだったと述べたとき、彼は誤りを犯していた。 本は47匹のうち12匹が幹の上におり20匹は枝の付け根に15匹は枝に止まっていたと記していた。マジェラスはコインのレビューが本の実際の内容あるいは彼の見解を反映しておらずレビューと本の間に基本的に対応関係がないことに気づいた。そしてマジェラスの本よりもむしろサージェントらの論文の要約のようだという昆虫学者 ドナルド・フラッグの評価に言及した。コインのレビューは後に、ジャーナリストのロバート・マシューズによって取り上げられた。マシューズは1999年3月にサンデー・テレグラフに記事を書き、進化の専門家が、彼らが最も大事にしてきた、ダーウィン理論の例、大下フリエダ・シの交流が、一連の科学的な誤りに基づいていたと認めた。 自然選択の事実を証明すると長く信じられてきた50年代のガを使った実験は今や価値がなく正しい答えを出すようデザインされていたと考えられていると主張した。マジェラスはこの見解を驚くべきものと考えた。この分野に関わる人々はそのような見解を共有していない。マシューズは科学的な誤り、ご隠不正確な表現を記事の中で繰り返したが、 これが一般的に考えられていることだと報じた。マジェラスはマシューズと30分以上はなしをし、マシューズが本を読んでいなかったため詳細について多くを説明しなければならなかったが、それでもなお彼はほとんど間違って理解したと述べた。この話は創造論者によって取り上げられた。1999年3月、インテリジェントデザインの指導者フィリップ・ E ・ジョンソンが くさび戦略を提案したセミナーにおいて、蚊は木の幹に止まっていなかった。写真を撮るために、幹に接着されなければならなかった。従って、実験はインチキで詐欺だと主張した。これは、フラックにインテリジェントデザイン支持者、ジョナサン・ウェルズと意見交換させることになった。ウェルズは、マジェラスが6匹が剥き出しの木の幹に止まったと記録していることを認めたが、 取るに足りない割合だと主張した。ウェルズはこの問題について、C.A. クラークと同僚は25年間のフィールドワークで木の幹に止まっている大下振江田尺を発見したのはたった一匹だけだったと書き、大下振江田尺が通常木の幹に止まらないという事実は、ケトルウェルの実験を反証すると結論した。このエッセイの短縮版は、ザ・サイエンティストに掲載された。2000年にウェルズは、 進化の遺見を書いた。そこで教科書が説明しないのは1980年代以来、生物学者はこの古典的な物語には深刻な欠陥があると気づいていたということだ。最も深刻なのは自然の大下フリエ枝尺は木の幹に止まることすらないということだ。教科書の写真は結局のところ演出されていたと述べた。ウェルズの主張はマジェラス、クック。 そして大島振江田尺の研究者、ブルース・グラントによって退りけられた。彼らはウェールズが不誠実なやり方で引用を寄せ集めに、するか選択的に省略するかで全体像を歪めて伝えたと指摘した。2000年11月にカンザス州プラット軍の教育委員会は特定の情報を使うことでインテリジェントデザイン教育を支持しようとする試みを続けていた。この中には、 ジェリーコインのレビューも含まれていた。しかしコインは、創造論者による雇用を強く批判する再レビューを書き、大島リエダ尺の例は、自然選択による進化の確かな例であることを強調し、さらなる研究の要求は、単に鳥の捕食が選択圧となっているかどうかの不確実性を解決するためだと述べた。ブルース・グラントも、ウェルズの不正確な表現に基づいた詐欺の告発に、 意義を唱える記事を書いた。2002年には、ジュディス・フーパーのオブ・モス・マンも、科学的不正だとする告発の合唱に加わった。フーパーは、ケトルウェルは、仮説を支持するようデータを改ざんしたと非難した。この本は、コイン、クラーク、グラントをはじめとする、科学界からの強い批判で迎えられた。マジェラスはこの本を、エラー、不正な表現、誤解。 嘘だらけと表現した。ありがとうございます。